はい、築地寿司お任せのケンシロウです。本日は、こちらのアオリイカですね。これが大体2キロいかないぐらいですかね、弱ぐらいのこちらを仕込んでいきたいと思います。はい、そしたらアオリイカですね。アオリイカやるときはこの軟骨の部分があるんですけど、ここに合わせて切れ込みをグーッと入れていきます。はい、そんな感じですね。そうすると身の方はこうやって切れるんですけど、軟骨の部分で骨が必ず包丁が一回止まりますので、はい、こんな感じですね。そしたらここに合わせて、はい、切り開いてあげたら、はい、こんな感じですね。はい、で中身はこんな感じで出てきます。はい、そしたらここに軟骨を取ってから、はい、中のこのゲソの部分を外してあげる。でここで注意しなきゃいけないのが、これひっくり返した時にここが要は炭管の部分ですよね。この炭管の部分が切れないように、そこだけ注意するような感じにしましょう。中の部分はね、こうやって、はい、内臓の部分と一緒に取っちゃえば OK です。はい、そしたらこの炭の部分だけ、はい、この時点で付け根の部分が取り外しましょう。これ結構たっぷり炭なんでね、はい、もうこの時点で炭をなるべく別にしてあげるっていう形にしてあげないとすげえ汚れちゃうんですよね。はい、でこういった形で分けるような感じにしてください。そしたらですね、中身ちょっと水分もあるんですけど、はい、中のこの内臓の部分だけ全部取ってから、はい、そしたらその後にこの皮を全部ひっぺいでいきます。そしたら布巾を使って、はい、これ一気にそのまま、はい、このつながり目のところから剥いていきましょう。こんな感じで一気に向けていきます。でこっち反対側も、もう継ぎ目のところからこのエンペラを持って、そのまま、はい、そのままぐるっと向いてあげて、はい、でこっちも継ぎ目の部分から引っ張ってあげると綺麗に皮が取れます。はい、そしたらこれがエンペラの部分と、はい、こっちの身の部分ですね。この薄皮の部分はこのでかい状態だとやりづらいんで、まあ後でこれ3等分ぐらいに大きさ分けますんで、大体これ8センチ8センチ8センチぐらいで、はい、それかまあ真っ二つでもいいんですけど、真っ二つで8センチとか長い時にはちょっと使い勝手が悪いんで、はい、まだ身しっかりしてる、はい、というふうな感じで、分けてからこの後、切り分けて、仕込みの方に移っていきます。でこっちの内側の薄皮なんかもその時に取っていきます。はい、そんな感じですね。そしたらですね、基本的に繊維って縦に入ってるんで、まあ、横にこう擦るような感じで、はい、持っていけばこんな感じで薄皮取れていくんですよね。で薄皮は掴んで、はい、こんな感じで剥いてってあげればというような感じで、この薄皮をメリメリと剥いていきます。はい、そしたらこの薄皮が取れたかどうかの判断基準というのは、薄皮が取れると色味がね、反射が変わるんですよね。例えばここってまだ取れてないところなんですよ。だからそういう場合ね、拡大した方がいいんだ。だからこの部分、はい、が継ぎ目になって、この部分まだ取れてないんですよね。であとこの部分がちょっと取れてない、はい、それなんでこの取れてない部分だけ引っ掻いて、でこっちも同じく引っ掻いて、たださっき言った通り温度を嫌うんですよね。それなんでこれチンタラやってると身がどんどん緩くなっちゃいます。ただね、アオリイカに関してはこの身が緩くなるっていうのが別に悪いことじゃないんですよね。っていうのが繊維が壊れて甘みが出てくれる、はい、っていう結構独特な、まあイカなんでもそうなんですけど、はい、要は繊維が壊れた方がどちらかというと甘みを感じやすくなるんですね。はい、この下から切っちゃいましょう。それなんでアオリイカって基本は高級店とかでもそうなんですけど、一旦冷凍します。はい、それなんで仕込みもしておけるしストックもできるから、基本としてはこの細胞を壊してあげる、
っていうことで、うまみが強くなる。まあ、そういった、なんだ、ネタの一つなんですよね。したこの外側。外側は、薄皮剥いたんですけど、軽く残ってるんで、それを一回軽く整えてもいいんですけど、ただこの外側のね、皮ってね、刺身とかで使うときに、これもうやろうとしたら結構永遠に剥けてくるんで、こんな感じで。はい。なんで、ポイントは妥協ですね。はい。基本としてはもうそんなにやんなくて大丈夫です。はい。やる人はすごいやるんですけど、あとは、刺身なんかで使うときに、はい、ここで皮一枚残した状態でこうスライスするんですね。はい、この皮残してます、はい。こんな感じで、はい。それで、皮目の方はちょっと硬いんで、これでもかっていうぐらい、はい、包丁入れてあげると。でもしくは、ミンチに叩いてあげるとか。はい、そういった方が圧倒的に旨味が出ます、はい。こんな感じですね。細かく入れる。っていう風な感じにしといた方が旨味が出やすいです、はい。それなんでこの皮目の部分って別に残ってもいいんですけど、叩いてあげる分には別にこの皮目の部分っていうのは外側が残ってても構いませんので、なんかこの外側の繊維っていうのは皮さえ剥いちゃえばもうそれで別に構いません。それなんでこの状態で仕込みは OK です、はい。それなんで他のやつも同じく内側の薄皮を剥いてって、この薄皮の部分を同じく剥いていくと、はい。でね、叩いたりする場合はね、この薄皮の部分もね、正直ね、そんなにね気にしすぎなくても大丈夫です。だからもうざっくりでいいですね、はい。あんまりね気にしすぎだからっつってね、うまいものができるわけじゃない。ただこの厚みのある薄皮だけを取ってあげる。この底の部分を整えて、はい、この軟骨の部分、ここちょっと硬いんで、これも整えて、はい、で軟骨の部分は軟骨の部分で、なんだ、後で焼いたりして、ゲソとこと一緒にやってあげることもできますので、こうした形で別で使うというふうな感じで覚えておきましょう。